特にないからかえって不気味でね。何度見ても面白いね。これなんだい？うちの猫です。猫？へえ。いや、嘘です。にゃんこ先生は本当は猫じゃなくて。君は優しいね。妖怪の肩を持つのかい？そういう言い方は。あ、名取さんはメガネをするんですね。ブレスレットみたいだ。初めて笑ったね。このあざも役に立つことがあるんだな。あ、絡まっちゃったの？これあなたの仕業ですか？名取さんは裏で妖怪払いのような仕事をしている人だ。まあこんなところで立ち話もなんだし。猫だ。にゃんだ。こらこら、喧嘩はいけないな。やっぱり名取さんですよね。ありがとう。いきなりわかるとは、猫ちゃんもたまにはやるんだな。たまにはとはなんだ。名取さん。いやあ、また会ったね。何やってるんですこんなところで。それはこっちのセリフだ。こんなところでそんなゴージャスな格好して何やってるんだ。好きでゴージャスやってるんじゃありません。払い人にとってはさぞ金のなる木に見えるだろうな。そりゃもう、腕の立つ優秀な助手が欲しくてたまらないけれど、大切な友人もなくしたくないんだ。ありがとう。聞きたいことや言いたいことがあるなら、あとは直接言ってやってくれ。ああ、そうだな。足音？ヒイラギたち？うちのはこういう音は立てないな。とにかくさっさと行きましょう。夏目はせっかちだな。なんだか寂しいな。どうかした夏目？ああ、いえ、ちょっと感傷的になっただけです。らしいね。七瀬さん、久しぶりだな。どうだ、六四で組まんか？嫌ですよ。まあ五分五分かな。え、資料が詰まった部屋なんですよね。え、いやでもほら、誰も詳しくは知らないわけだし。名取さん。まあまあ落ち着いて夏目。うん、どうした夏目ぐ。どうかしたかい夏目ぐ。何か気になることが夏目ぐ。適当すぎやしませんかね、その名前。ごめんごめん。断る。俺は俺の力でどこまでやれるか試したい。笑うな。まあ一応考えておいてよ秀一さん。うるさい、お前とは組まんからな。名刺くれたじゃないですか。あれは妖怪について困ったらという意味だ。秀一さんは帰ったら。お前やめろ、組んでるわけじゃないんだ。ヒントなんて。ヒント？あ、すみません、あんまり基本だったもので。こいつ、それはますます面白いものを見つけたな。それより面白そうなのでね。少年というのはもしかして